アウトランナーズは1993年にセガから稼働されたアーケード用レースゲーム。同社のアウトラン、ターボアウトランに続くシリーズ第3弾として稼働された。8種類の車種から使用するレースかマイナスを選択し、世界各国の著名な場所でレースを行う内容となっている。1994年にメガドライブに移植された。アーケード版はゲーム史 ゲーメストの企画、第7回ゲーメスト大賞にて、大賞8位、ベストアクション賞5位、ベストグラフィック賞5位、ベスト VGM 賞4位を獲得した。本作は、最大8人までの通信対戦が可能となったことと、運転する車を8種類の車種から選べるようになったことが、シリーズの従来の作品と大きく異なる。また、初代、アウトランの特徴で、前作、 ターボアートランでなくなってしまったルート分岐が復活した。障害物として像や路面電車が配置されており、クラッシュした車がぐるぐる回転してもドライバーは何事もなかったかのように元の席に戻るなど、コミカルで明るい雰囲気がセガらしさを出している。メガドライブ版は二人対戦となっており、画面を上下に分割してのプレイとなるなど、 オリジナル作品として割り切るとより楽しめる内容となっている。相手との距離によっては相手の画面をバックミラーのように使用できる。レース開始前に性能の異なる8つの車種の中から自分の車を選ぶ。選んだ車を運転し、制限時間内に次のチェックポイントに到着する。5ステージをクリアするとゴールとなる。舞台は地球全土となっており、 アメリカを起点として地球をおよそ4分の3周ほどするコースとなっている。スタートするとすぐに最初のコース分岐点が現れる。ここで右に行くか左に行くかで大きくコースが異なる。以降は第1第4までの各ステージの最後が次のステージの分岐点となる。通信対戦においてはコース選択時点で先頭を走っているプレイヤーにコースの選択権がある。 二番抵抗は、先頭が選んだコースを走ることになる。シフトレバーは、上がロー、下がハイの2方向になっており、ローに入れると一足シフトダウン、ハイに入れると一足シフトアップする。オートマチックトランスミッションを選択した場合は、使用しない。アドバタイズ画面のキャラクター紹介 CG が、映し出されている時にコナミコマンドと類似する、シフトレバー上、シフトレバー上、 シフトレバーげ、シフトレバーげ、ハンドル左、ハンドル右、ハンドル左、ハンドル右、ブレーキ、アクセルの操作を行うと、クレジットタイトルが表示される。前日の通り、最初の分岐点で右に進むか、左に進むかで、コースが大きく異なる。前者の場合は、ステージ1がグランドキャニオンとなり、以降地球を東回りに進むことになる。後者の場合は、 ステージ1がサンフランシースコとなり、以降地球を西回りに進むことになる。ここでは、最初に右を選んだコースを東回りコース、左を選んだコースを西回りコースとして紹介する。どの車種でもオートマチックトランスミッションかマニュアルトランスミッションのいずれかが選べる。以下に選択できる車種を紹介する。車体の色と、 オートマチックトランスミッション時の最高速とマニュアルトランスミッションを選んだ時の切り替え可能なシフトの数及び最高速を併記する。マットパワーやスピードバスターの最高時速時速 470km はマイル表示される、海外版では293マイルズ H となる。293はアウトランの通常最高速のキロメートル時表示と同じであり、 海外でもアウトランは表示がキロメートル毎時であった。アーケードのアウトランシリーズの中で唯一 AM1 県で制作されたゲーム。AM2 県の鈴木博士は関わっていないが、初代アウトランのデザイナーも何名か携わっている。後に本作のスタッフが再結集して制作したクールライダーズはアウトランシリーズとしてはラインナップされることは少ないが、 本作の続編的な作品で、システムや演出にその一端を垣間見られる。BGM は以下の10曲の中から選べる。車種ごとに初期設定 BGM があるが、ハンドル左側にあるミュージックセレクトボタンを押すことで、他の BGM を選ぶことも可能。パッシングブリーズは、どの車の初期 BGM でもないが、アウトランで選べる BGM のうちの1曲である。なお、 DJ、ミュージックボタンを押すと、メガラジオステーションという DJ モードに切り替わる。この時には、DJ の声とともに、ステージごとの曲が流れる。以降も、DJ、ミュージックボタンを押すたびに、DJ モードと BGM を切り替えられる。ありがとうございます。